高木です。皆さん、美味しいラーメン屋はお好きですか？美味しいラーメン屋が絶対いいやん。でも実はその竹焼き賞の企画って美味しいって言われるものよりどうなんって言われる方の企画の方が人気なんよ。だからそのいわゆるワーストとかさ、ほんま人気ない方にフォーカス当てるみたいなさ、あとは評価低いとかさ、人気おんねんのなんよなあれ。やっぱそっちの方が気になるのかな。怖いもの見たさ的なそういう感じなんかなとか思って。というのがね、前にあの関東の方で一番評価の低いラーメン屋っていうのがあったよね。某空港の中にあって、なんかそこのラーメン屋っていうけど、まあ確かに評価が低いのが分かるぐらい味に出てたね。しょっぱかった。あんまりラーメンでさ、うわ、ここのラーメンちょっと美味しくないなってそんなにないやん。うん、まあ大体美味しいやん。美味しい。初めてそれ感じちゃったっていうようなラーメン屋やって。まあそれで、まあ、やっぱりその関西の方も気になるやん。その関西大重要やし。ということで、本日は関西で一番評価の低いラーメン屋に行ってみたいと思います。まあ、いろいろそういう系の企画やってて思ったのが、もちろん味もあるけど、味、なんか接客、提供スピードとか、なんかそんな辺も、加味されてるなって思った。その、評価が低く、こう、点数つけられてるのは。まあ、そういう部分も見つつ、特に本日は関西で一番評価の低いラーメン屋、竹谷隊員、調査しに行ってまいりたいと思う。それでは早速、やっていきましょう。高木賞！それでは向かっていこう。今回のね、お店の情報はあんまり言ってなかったんですけど、ちょっと行っていきたいと思います。こちら、とある口コミサイトで 1.33 点です。低くない？低いです、とても。口コミもね、まあまああるんですよね。まずこれ、一言。最低。口コミサイトって、なんかタイトルから入って次本部みたいなとこあるやんか。タイトルがまずね、最低、点々点みたいな。なんか呆れる会話の応答が成立しない。まさに接客以前の発言。0点以下って書いてある。評価は1点しかつけられへんけど、一番低いの0点以下って書いてある。店員さんを読んで、少々お待ちくださいと言われて、10分ぐらい来ずに、他のお客さんが新しく入ってきて、じゃあそのお客さんの接客をしていた。最低レベルって書いてある。餃子が売り。ラーメン屋さんやのに結構餃子が売りらしい。じゃあそれも頼んでみようか一緒に。ラーメンと餃子と、みたいな。あっさり系のラーメンを売りとしているらしいんですが、無味と言っていいほど味がせずに、食べた気にならないラーメン。ラーメンがまずい。シンプルにまずいと。まあいろいろ口コミはありますけども、百聞は一見にしかずということで、実際に食べていきたいと思います。どんな味かっていうのをね、直接みんなに伝えるのが大事だと思うから、早速向かっていこう。というわけで、本日向かっていきたいそちらの日本一評価の低いラーメン屋さん、どっちかっていうと中華料理屋さんで、その中でラーメンを提供しているっていう感じの店みたいです。現在の時刻8時57分、そちらのお店は10時に閉まるみたいです。急ぎましょう。いやー、それにしても腹減ったな。撮影の前はね、だいたい何も食えへんからさ、今日マジでこれ1食目なんよ。それでは車を止めて歩いていきましょう。場所的に結構一等地っぽいねんな。腹減ってるから普通に楽しみになってきたわ。久しぶりにこの猫焼きのペットボトル見たわ。でもうちの駅このペットボトルに飛びかかってたで。あー、もうあと少しで着くみたいやけど、こんらへんやな。うわー、見つけた、ここや。なるほどね、全然一見普通の店やのにな。とりあえず入ってみますか。それじゃあ早速注文していきますか。え、ちょっと待って、ラーメン400円ってめちゃくちゃ安くない？いや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 、餃子も220円で安いし、これ評価低い高いの前に安すぎるやろ。さあ、それではラーメンが届いたみたいです。こちらだー。普通にめちゃくちゃ美味しそうやけどな。これがラーメンと、隣にあるのがこちらのお店ご自慢の餃子みたいです。焼き目もすごいいい感じで美味しそう。それではいただきます。まずは具をパクリと。スープをいただこうか。そして最後に麺をすする。すするすする。なるほどなるほどなるほど。味濃いよ、しっかりしてる。あ、ほんまに。その人によってもね。ともちゃうもんな。ほんまにそうなんよ。何事も自分で確認するのが一番。そうそう。俺的には全然好きやけど。それは他のそのね、いつも行ってるようなところと比べたらっていう話もあるけど。安いもんでだ。一つ言う、味もすごい美味しい。やっぱ味もしっかりついてるし、濃すぎず、薄すぎず。はいはいはい。いい塩梅。ただ、麺が若干どうですか。実家館いい意味でね、ちょちょ飛んどる。さ
ってんじゃん。特別食のビューティー系。手作り感がすごいあって味は美味しい。肉肉しさ、あとニンニク感も強いけど、手作り感が一緒全部なんかひんやんって感じ。見てください、この透き通るようなスープを。そして、ね、結構具入ってるよね。もやしにメンマにネギにわかめ。そしてこちらがさっきちょっとパリッとしてなかったという餃子、箸で割っていきたいと思います。よし、よし、全然割れへん。あ、全然割れへんやん。まあとりあえず食べるか。味はうまいねんな。味はめちゃくちゃうまい。もう一品頼んでみるか。すいません、おすすめの単品なんか一個もらっていいですか。人気があるって言うからエビマヨが人気ある。じゃあエビマヨで。エビマヨ届きました。美味しそう。提供スピード結構早いねんな。値段が650円です。いただきます。うまい。え、ちょっと待って、めちゃくちゃうまいぞこれ。いや、これ箸進むわ。あ、ほんまに。これマジうまい。お、振ってみて。プリプリ。いただきます。うまいの。普通にめちゃくちゃうまい。初めて食うタイプの。なんか若干の素揚げ感もあるよな。いや、エビ好きやからこそ分かるよ、美味しいって。余計にね、余計判断厳しいなるやん。マクドのさ、エビフィレよ。あー、分かるわ。エビのプリプリ具合。そうそうそう。マヨネーズの味付け。ビビるよやな。バンズ挟めて。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかった。ビビった。新日君めっちゃやってるからさ、一瞬ここに映った。なんか変な映ったと思った、ここに。俺や。敏感な。新日企画やりすぎ。というわけで本日は日本一評価の悪いと言われているラーメン屋に行ってきました。いろいろ口コミでは言われてる部分はあったんですけど、まあ実際に行ってみないとわからんなと思ったから今回行ってんけどさ、普通にいい店だったね。美味しかったし、店主さんもすごいいい感じだったし、一人用ってあってあんのかな、もしかしたら。テレビつけてるとかさ、競馬流してるとか。店主さんが結構気さくそうな人やから、結構他のお客さん喋ってるとか、僕はその雰囲気がすげえ好きなんで、うわ、いい感じの店やなっていう印象でしたね。とても美味しかったです。今回の企画、一言でまとめますと、ラーメン屋なのにエビチリがうまかった。